ベンチャー企業の M&A は M&A バンク。会社売却をするとやらしい話、社長いくら入ったんですかっていうのを結構ですね、多分皆さん結構気になると思ってるんです。まあ実際うちのケースをですね、もう言っちゃいますけど、はい、はい、今回は2億4000入りました。じゃじゃん。僕実は分社化した、分社化2016年にその会社を前の会社から分けたんですね。でその時の年収がですね、実は60万円なんです。年収ですよ。月々5万円なんですよ。一応その前もそれなりにいただいてたんで、なんか額面見るとですね、手取りマイナス20万とかですね、はよくわかんないみたいな感じなんですね。で、金融機関の借り入れとかそういう連帯保証の問題もあるんで、あ、社長って辛いなっていうのをひしひしとこう思ってまして、でそれで、唯一の楽しみはですね、稼いだお金で経費を切る。もうこれが僕のストレスを発散するここしかないとずっと思ってたんですね。でも経営者の方結構多いと思うんです。役員報酬もらってるけど手残りなくて家に入れなきゃいけなくて、あれ意外にお金ない。でも今回売却することによって、税率引かれて 手元に入るわけですよ。見たことがない金額が。やっぱですね、いろんなものが変わりましたね。分かりやすいようなことでいくと、はい、うちの妻がですね、基本的に100均のダイソーしか行かなかったんですけど、もう三越に行くようになりましたね。はい、もう基本的にお刺身はこのなんていうんですかね、あるでしょ、うん、ちょっと安いやつ、盛り合わせ、はい、盛り合わせね、うん、あれを買ってたのね、はい、土曜日とか、ね、はい、買いません。大間のマグロ買います。はい、当たり前です。もちろんそういういろんな、はい、本当いろんな変化があったんですね。これはやっぱ経営をするにあたって、その心のこう安らぎだったりとか、いろんなこう豊かさを持つっていうのは、これ非常に大事なことだと思います。でただ僕が思うのは、そのいや事業売却して社長はいいよねっていうだけではなくて、その事業の過程を一緒に作ってきたメンバーにも分配したいなと思ったので、うちはですね、事業売却型特別賞与っていうのを設定してるんですね。なんでこれは、なんで今回2億4000万円で売却しましたが、そのうちの 10% 2400万は、従業員に還元してるんですよ。でもうちの社員って十何人しかいないんで、それなりにすごい金額を多分もらうんですよ。普通じゃもらえないような金額をね、はい、実際も森ちゃんいくらぐらいもらったんですか。ちょっと言っちゃいますと、はい、レクサス買いますね。はい、でもこれは通常の売上で出した利益から捻出するわけじゃなくて、売却益から出すものなので、正直会社経営としてはそこまで痛まないんですね、経営において。なのでこれは本当 M&A における非常にすごい醍醐味だと僕はもう経験しました。じゃあいろいろちょっとお話ししたいことあるんですけど、また次回ということで、はい、じゃあ M&A バンクでまた会いましょう。ありがとうございました。ベンチャー企業の経営者の皆様、一度無料査定してはいかがですか。実体験をもとにアドバイスさせていただきます。お問い合わせは動画の概要欄からお願いします。チャンネル登録もお願いします。